それちょっと構えていただいて。いやかっこいい。いやいいと思います。でちょっとこの間あと乾く間、はい、僕はちょっと仕上げしちゃうので、はい、その間プロにちょっと軽く。なるほど。はい、せっかくプロが一番にあったら、あの中山プロのお父さんのところまで、あの雑草軍団の、中山徹プロ。あ、下の名前は一緒ですよね。そう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 ですね。お漢字も一緒ですね。そうですね。うちの父の姉が中山律子。たまに勘違いしてる。あの中山律子と中山徹が夫婦って勘違いする人がいる。お父さんのお姉さん。そうなんですか。僕のおばになる。おばさんですね。ということはもう本当スポーツ一家だ。じゃあそっか。じゃあまあプロはお父さんからのもうサラブレッドだ言ったら。うまくないですけど。プロビビるやろ。ビビるビビる。ボールが綺麗に当たります。当たってますか今のは。でも本当この距離とか本当大事じゃないですか。大事ですね。この距離がこの距離で本当寄せれてワンパットで入れれるだけで僕たち、そうですね、グンとスコアが良くなりますし、多分それができることによってショットの普通のアイアン、ドライバーショット、アイアンショットにも良くなってくる。良くなってくる。だからここ基本だ。これが基本だ。これが良くなってくると全部良くなる。ワンポイントだけ教えてください。ワンポイントだけ。ちょっと今見てて思ったのが、はい、結構あの緩く握りますよね。どうなる。いや僕はもう結構緩く握るっていうこうレッスンが多いと思うんですよ。それがなんでかって考えたことあります。いや分かんない。それがなんでかっていうと、はい、僕が思うのは、はい、力がこうギュッと入った時にその肩周りに力が入る、うん、入ります人が多いです、うん、それを抜くために力を握る力を抜くんです。で僕は思うね、逆にそこが力抜ければ握っちゃった方がいい、うん、ここを抜ければ、はい、ここに入るのが一番ダメっていうことですね。ダメで握る力じゃなくて、はい、肩に力を抜けられればここは握ってもいいと、はい、そうそうそう。でちょっと握って肩の力も抜くような意識をしてもらって、うん、ちょっともう一回打ってみます。なるほど。ちょっとしっかり抜くようにしてもらって肩はしっかり。この方が、しっかり持ってくるんで、しっかりヘッドが戻ってくる。緩く握ってるとヘッドが戻ってこないでしょ。ヘッドをしっかり戻すためにしっかり持ってた方が僕はいいかな。なるほど。それはウェッジに限るんですか。ウェッジ限らない。限らない。それが本だら別にドライバーなんか特に握るなみたいな感じになるんですけど、ここが入らなかったら握っていいってことなんですね。ドライバーも。なるほど、いいこと聞いた。パターもですか。パターも僕パターなんか結構しっかり握って。あ、そうですか、はい、でもう変に手首が動かないでそのままストロークしてるんで、はい、でパターも、まあ、ショットとかもそうなんですけど、やっぱミスショットの方が圧倒的に多いんですよ、うん、はい、もうシーンを捉えるよりもちょっと外れる方が絶対的に多いんで、うん、外れた時にしっかり持ってる方がミスになりづらくなる。変にヘッドがぶれない。あら、で完成しました。マジっすか、はい、もう打てます。うわー、ありがとうございます。すごい、すげー。蛍原さん専用ウェッジ。
で、ここからこれ完成じゃなくて、はい、ここから調整してきます。調整するんですか。はい。うわ。なんかめちゃしっくりいきますよ。そうですか、よかったです。打ってしっくりいかないとダメなんですけど。はい。すごい。飛んでくれてますね。で狙ったところにちゃんとしっかり今飛んで当たったじゃないですか。そうですね。はい。はい、1球目。いやー。球がポンと浮きやすいです。浮きやすいですね。はい。ね。はい。これ。お、しっかり球上がってますね。いいんじゃないですか。おー、いい感じで乗っかってますね、ボールもしっかり、はい、で、ちょっと転がしとかもやってみて。転がし、はい、おー、いい感じ。はい、ソールが邪魔してないのが分かると思います。通常転がししていくときってリーディングエッジが刺さっていきやすいんですけど、はいはい、一発目からいい感じで入られましたね。転がしてってみてください。おー、いい感じ。はい、ちょっと右に出ましたね。はい、でちょっと僕からのアドバイス、はい、転がすとき、はい、もう一度ちょっと構えて転がすんで絶対球上がりたくないって時に、はい、これで蛍原さんが少しだけそっちに移動して、はい、でこの状態でちょっと体を起こしておいてもらっていいですか。転がすんで、はい、これでポンとボール当ててみてください。もうこの状態ですか。はい、はい、ちょっと左向いてるかなってぐらいで、そしたらこれ転がっていきます。すげえ。実はあの転がすってあの転がす準備をちゃんとして打たれた方が絶対的に転がるですね。はい、これぐらいで、はい、でそんなにハンドファーストにしなくてもいいかもしれないです、はい、はい、それぐらいで大丈夫です。もういい感じ。そうです、これ転がしのアプローチで結構ゴルフといくと、はい、転がす場面の方が多かったりすることがあるんで、はい、振り回りからやってる時、はい、その時もちょっと想定をしていろいろ作ってるんで、はい、ちょっとプロに一回転がし方見せてもらう。プロ、ちょっといいですか。借りていい。はい。作ったばっかりだからね。転がし、基本的にやっぱさっき言ったように、王さんも言ったように構え、転がす構えをしなきゃいけない。絶対に球が上がらない。絶対。だいたい構えで、あ、こういう球を打ちたいんだなっていう構えをしないとうまくいかないですね。なるほど。やっぱスイングでどうにかしようとするとやっぱうまくいかないので、これドライバーでもアイアンでもそうなんですけど、はい、こいつ何かしてくるなっていうのが見えない、はい、だからあのお笑いと一緒だと思うんですけど、うん、仕込みをしっかりやっぱり、はいはい、でもね、あんまり仕込むとウケないんですよね。あとよく打感っていう言葉聞くと思うんですよ、はい、柔らかいって感じるとか硬、はい、いって感じるとかって、うん、実は素材で少しは感じる人もいます、うん、でも基本的には音です。うん、人間やっぱり音で硬い音がすると、あ、硬いかなっていう、うん、まずそこで感じるんですよ、うん、でそこから硬いっていうインフォメーションをいろんなところに巡らせるんですけど、音が柔らかく感じれば打感も柔らかく感じたりとか。なるほど、はい、だからその辺も少し楽しみながら打っていただく。いい感じですね。いいんじゃないですか。ちょっとそれかやっぱりお父さん上手いですね。上手くないですけど、球が集まってる。ちょっと
と褒めたらこうなりますよ、ね、ゴルフの面白いところいやでもこれぐらいが本当一番難しくないですか、はい、でもおーナイス、おーいい音、今みたいにこうソリッドの音がしてる感じがいいですね、うん、ナイスです。でスピンはかけるだけでかかっちゃダメだと思う。かかっちゃうと距離のコントロールするの難しいじゃないですか、はい、打って自分の予期せずにかかっちゃう。だからかけたい時にかかって、かからない時に極端に言うとあんまりかかりすぎない方が、僕はアマチュアの方は距離のコントロールしやすいんじゃないかなと思うんですよ。で特にプロはずっとやっぱり練習します。で自分の中で距離とかこれぐらいで打ったらスピンこう入るとかって分かると思うんですけど、勝手に入っちゃうとどうしてもこう距離感が難しくなってくる。でスピン入ることに満足しちゃって、あの打って寄らなくてもよしスピン入ったからいいやみたいな、でも寄ってないからパーで収まるとかボギーで収まるとかボギーになったりパーになったりっていう、あダボになっちゃったりとかしちゃうってケースが結構あるので、なるほど、はい、だから思ったところに思ったように飛んでくれるのが一番だと思いますね。プロいつもプロがやってるこうパッて飛ばさないやつとか小田さんに見せたり。どういうやつですか？こうなってくる自分のプロ、はい、あれ本気だ。ロブ的なことですか？まあ、ロブに近いですかね。これ後から飲んでください。ああすいません、すいません。本気だね。基本的に結構ノーマルでこうやって打ったりもするんですけど、はい、構えた時に大体僕このぐらいで構えちゃうんですよ、フェースを向いても。はあ、すごい開いてるような見えるけど、こうやってやるとボールがそんなに転がらなくなる。はい、野球もそうだと思うんですけど、爪に引っかかったらやっぱ低くストレートが伸びて、はいはいはい、下から伸びていくじゃないですか、うん、これが多分爪に引っかからないと上にスポーンって抜けるじゃないですか、うんうんうん、それと同じ効果でフェースに乗れば、うんうんうん、もっと飛ばさないもん、プロいつもやってるのちょっとするとレイズ打つやつ、もっともっとのやつ、もっとね、こんなこうなんかこれぐらいの感じやもんね。ちょっと音羽さんにそれをどうやったらそれができるかを。これは難しそう。コツですよね。なんかこんなんですよ。その感じを真似てみると面白いです。結構ちょっとみんな見よう見まねでまずやってみて。なんか結構これぐらい寝かしてるような感じ。もう絶対こうなりますよ、はいはいはい、そんなに基本的に僕は上げに行かないように、上げに行ってない、はい、ペースを開いた分だけ上がってくれると思うので。なるほど、うまい、そういう感じなんです、はいはいはい、できた。でちょっと違うのが、はい、フォロースルーで赤まりまで赤まりまで、でフォロースルーで、はい、僕がさっきやったのは、僕ちょっとインサイドから出てくるんですけど、インサイドから入れて、フォロースルーです。上、外の上に乗っかる。外の上に、はい、今ちょっと音羽さん、インサイド、はいはい、左サイドに向いてったんですけど、はい、うん、そうじゃなくて、ちょっとインサイドの上に来る。そうするとさっきみたいな、なんかよく分からんけどそれはなかなかできないですね。
これがですね、今のもちょっと左に抜いちゃってるやつ。ああ、そうなんだ。それがこっちに行くこう行くんだよ。まあ、いろんな遊び方が何の技ですかそれ。こうやるとちょっとスピンも入りながらボールが柔らかく出てくる。すごいですね。どうしても止めたいシチュエーションとかだと使ったりします。実際に開き方も結構これやっぱり惜しい。他のアマチュアの方が教えてもそうなんですけど、開き方が足りない。足りない。そこまでこんなにべったりですよもう、はい、これはもう絶対トップすると思うもんなほらこう絶対 これが怖いで、ちょっとやっぱり構え的にもちょっとそうなんですけど、はい、ちょっと体重が真ん中からちょっと真ん中かやや右に見えるんで、はあはあはあ、もうちょっと左にもうちょっと左に乗っちゃってで、このまんまここに入れてあげるとで今ちょっとダフったんですよ。今のでも実はちょっとダフったんですよ。今のもダフったようには見えなかったんですけど、ソールが助けてくれた形。あ、開いててもソールが助けてくれるんで、怖がらずにしっかり入れてる。なるほど、なるほど。ベース面をボールの下に滑り込ませる。あ、難しい。ちょっとまたむずい。トライしていただいて。はい。このまま打ってみて。お、うん、ああ、なるほど。はい、ショートロープなるほど。ちょっとこっちにある分、うん、手前に入っちゃう。そういうことね。さっきのちょっと2球前のトップは、はい、ダフってから上がってトップしたって。おお、まあ、スピン入ってます。なるほど、はい。さっき言ったようにもっと外に抜いてあげるともっといいですね、難しい、はい、でちょっと僕が気になる部分を再度調整させていただいて、はいはい、これをちょっと調整して最後仕上げていきます、はい、ありがとうございます、はい。ちょっと右に球飛ぶんですよ。だから少し捕まるようにしたいなって。あ、なるほど。少ししてます。おお、はい、分かりました、はい、ちょっとそれでちょっと変わるかなっていうのは、はいはい、何球か打っただけで多分、うん、僕の癖とかスイングの癖とかもあって、あまり僕も分かんないですけど、ね、気づいて、ね、こうした方がいいなってお客さんの気づいてするんで、そこは多分クラブがやっぱりクラブを熟知してるから分かることがあるので、うん、できました、はい、ちょっとさっきよりかは雰囲気を少し変えて、はいはい、で実はちょっとロフトも減らした方がいいかなっていうことで、はい、57.5 ぐらいまで。 57.5、 はい、大丈夫、あ、大丈夫です、大丈夫です。あと大丈夫、いいとこから打ってください。何もしなくてそれになった。お、いい感じ。実はさっきよりかロフトを減らしてるんで球が上がりやすく、なるほど、はい、なってると思います。球ゆっくり飛ぶようになってると思います。はい、すげえ。今まで
よりかもちょっと強めに振っていただいても飛ばなくはしてあるのですごいですね、はい、ちょっと変えるだけでこれぐらい変化が、だからどうしてもゆっくり当てなきゃいけないと思うから難しいんで、なるほど、ちょっとフッと振っていただいて OK、 でさっきよりかスピンも入ります、うーん、おお、いい感じ、ちょっとした、多分基本ウェッジじゃなくて普通に7番アイアンとか打つ時も多分そういうことやな、今思ったな、右にちょっと乗りすぎてるような気がするな、フルショットになってくると多少の多少というか必要な体重移動って絶対あるんですけど、うんうん、はい、それ以上しちゃうと、うん、やっぱブレちゃって、はい、当たらなくなっちゃうんで、うん、まあ、ミスになりやすいっていうのがあるので、でももう体重移動ゼロで打った方が、うんうん、こうボールにコンタクトは絶対しやすい。そのまま。おお、球乗った。それからあのうんうんとおっしゃってますけど。どういう感じですか、うんうん、あの言葉のお仕事なんであのこの感じてること伝われへん、うんうんだけでは、いや、あの分かるんですけど、うん、ちょっとだけ伝えてほしいなちょっとマスクのあれもあってちょっと伝わりにくいですもうちょっと知りたいですか先輩あのね、はい、本当に、まあ、当たる当たりちょっと抜きにして勝手にこのクラブで勝手に上げて勝手に行ってくれてる感じなの、俺がやってる感じじゃないの、これがね全部やってくれる感じなの、今まではクラブと自分があの一緒にやってる感じだったけど、もうこれがこいつがだからもう本当もう書くことが関係ない、 こいつがもう勝手にやってくれてんの、もうね僕は関係ないの、はい、このクラブがね本当はこうやってね別にね、あーあのへーって思って勝手にこいつは僕打ったらポーンって言ってくれるからじゃあすいません、今日はどうもありがとうございました、すいません、ありがとうございました、ありがとうございました、こちらなんですけども、はい、お題の方はですね、はい、クラブ自体は28,000円、はい、で消費税込みの38,000円になります、38,000円、分かりました、はい、でいいんですか、大丈夫です、これもそう大体それぐらいのお値段で、はい、あのシャフトにアップチャージとかがある場合そのアップチャージ分だけ追加でいただくんですけど、はい、それ以外は僕はあんまり高くする気もなくて、サンドウェッジって消耗品なんで、はい、なるべくどん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 買い替えてもらいたいのでその値段でやらせていただいてます、はい、ありがとうございます。じゃあこれで、はい、じゃあこれ、はい、お名刺なんで何かありましたら、あの、分かりました。もし問題がありましたら言っていただけると思います。はい、中越と申します。あ、お互いすみません。はい、シンプル&スマイルっていう、シンプル&スマイルで、はい、会社名でやってますので、また何かありましたら、ありがとうございます。ちょっとお釣りは後ほどお渡しします。ありがとうございます。ありがとうございます。
まあねって感じやね。